M マニオ。さあ運転中、我々は今一抜きすばしりがもうちょっと残った多目的広場に向かっています。つまりですね、富士登山企画だ。ついに本番。すばしり口から登っていきます。まあここ一つ安心していただきたいのは、我々は軽装じゃなくてしっかりと、荷物と準備もしておりますし、山小屋の予約取れてますので、1泊2日で登っていきたいと思います。さあそれでは向かいましょう。多目的広場にやってきました。今ここで M さんが2人分バスのチケットを買ってくれます。7時のバスに乗って5号目に向かいたいと思います。はい、というわけでこちら5号目と、山荘菊屋さんやってきました。とりあえずは第一、安全第一、無事で帰ってくるのをもっと取りというより、それをもう前提として、まあ無事に成功できるように頑張っていこうと思います。それでは登っていきましょう。それでは8時に菊屋さんを出ました。今から6号目の長田山荘さんを目指していきたいと思います。はい、富士山山頂まで310分。僕らめちゃくちゃゆっくり行きますからね。小御嶽神社です。実質このすばしり口はこの神社を通り抜けてスタートですね。さあ M さん、ちょっと参拝していきましょうか。じゃあ M、 手を合わせて。すばしり口のやっぱりいいところは最初のこの樹林帯ですよね。こんな木に囲まれてまあ早く綺麗な景色見たい気持ちもありますけど、それはお預けですね M さん。そう、まずは自然を楽しんでいきましょう。急になんか開けましたよ。富士山6号目なんだっけ、長田山荘に到着しました。予定1時間で着くところ90分経ってます。9時32分に到着しました。マジで死にそうです。ちょっとね、本当に M さんはね、富士山を舐めてたと思うんですね。このままだと登山時間が大変なことになってしまうので、ちょっとね、カツを入れていただきたいと思います。はい、では9時42分、6号目出発して本6号目瀬戸間に向かっていきます。さすがに遅すぎるって。左足が やられました。もうやられたの？下界はもう真っ白でございます。M さん、生きてますか？左足が釣ってましたね。プルプルしてましたね。通りがかりの人から火をたぐ飴をもらいました。うん、塩多分もらいました。今まで食った塩タブの中で人生一番うまいです。うん、スケジュールなんてね、気にしなくていいからね。11時14分まもなく瀬戸か。この最後がやばいっすよ。最後がなかなか、はい、こちら
本6合目瀬戸間に着きました。しっかり休もうね。ちょっとすげえ遅いペースだけど。それでは11時43分ですよ。はい、完全に M のペースで登ってまいります。今度は7合目行きたいと思います。着いたよ。7合目の太陽館到着しました。気がついたら 3000m 超えてたんですよね。13時55分太陽館出発します。え、あ、この岩の感じいいね。Mは今何を熱心に。ほう、ちょっと地上が見えた。湖が見えます。湖が見えます。富士五湖のなんかだよね。何湖だろうあれ。やっぱりこれ綺麗だわ。はい、15時9分こちら本7合目の三原市に到着しました。ようやく昼飯が食える。夕飯までの時間近すぎる問題。2時間後ぐらい。はい、では15時35分です。 M さん出発します。めちゃめちゃ急なんすよね。歩きやすいですけど、直線ですけど、その分急っていうね、特有のあれですよ。16時8分下江戸屋さんです。江戸屋さん系列、下と上があります。8合目ですね。8合目が下江戸屋さん、本8合目が上江戸屋さんで、我々は上江戸屋さんでお泊まりしますね。16時23分まあ多分そんな遠くないけど、下江戸屋さん出て我々がお泊まりする上江戸屋さんに向かいます。危ない、カメラ回しながら危ない。いい雲バイ。ちょっと M 今遠いところにいるんだよな。近いんだけどこっから M のところに行くのもちょっと危ないのよ。で今何してるかって、故郷に思いを馳せてる男。あ、なんか左上に表示されそう。故郷に思いを馳せてる男。 M 行けー。17時ちょうど本8号目京都津ちょうど神江戸屋さん、本日の目的地神江戸屋でございます。本日の終点でございます。はい、というわけで皆様、5時12分に本日お泊まりする神江戸屋さんですよね。案内してもらいました。ここが我々の部屋らしいです。2つ。結構ね、よくない？ちゃんとね、こういうあれもあって。よくない？このふかふかのお布団とふかふかのベッドがありまして、説明をすごく丁寧にしてくれたのが分かりやすかった。うん、でね、今17時13分なんですけれど、17時30分から、広間みたいなとこがありまして、畳の休憩室がありまして、そこで夕飯になるんですよね。お昼さ、食べたのがさ、3時なんだよね。大丈夫だよ、あんな少量だったから大丈夫だ。はい、ということでここでゆっくり休みます。ということで、ちょっと8号目になるということができますか。後編に続きます。いや、すごい。早朝の1時半ぐらいから頂上を固くして下山するので、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。 SNS はこちら概要欄から。それでは、ご視聴ありがとうございました。
た時間のトラルも思い出しましょう。せーの、バ。いや、あれだわ。いや、死んだと思った。